首の骨をへし折るぞ。孫の兄ラディッツとのだ。よし。突如として現れたサイヤ人ラディッツ、あまりにも強大。貴様ら一体ここへ何しに来た。待ってんだろ、オラの子を取り返しに来たんだ。兄に逆らうつもりなんだな。オラには兄貴なんていねえさ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだが、ここまで間抜けだったとは。がっかりしてまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。だが、とんでもねえやつだったな。